だぬぼ。なんと白とドラゴンがにゃんこ大戦争とコラボぬぼ。あ、もしかしてこのコラボをきっかけに君は白ドラを始めたぬぼ。ありがとうぬぼ。そもそも白とドラゴンはキャラを育成して敵の城に攻め込んだり敵の進行を防いだりするリアルタイム対戦ストラテジーゲームヌボ。ソロプレイや協力プレイ、最大3対3の対戦ができるんだヌボ。今回はにゃんこ大戦争コラボ、期間限定報酬の入手方法を紹介するヌボ。その前ににゃんこ大戦争といえばこのキャラ、猫の紹介を忘れちゃいけないヌボ。白ドラではコスト2で砦を占拠できる万能キャラヌボ。スキル猫缶の力で遠くの敵までダメージを与えることができるヌボ。育成することでタンク猫やキモ猫などいろんなお着替えもできるようになるヌボ。コラボキャラ猫は期間中エッグショップ内でルビーで購入できるヌボ。ちなみに9月10日からは白レベルを上げるだけで獲得できる CP でも購入できるヌボ。コスト2で砦を占拠できるキャラヌボ。僕と一緒ヌボ。ぬぬぬぬぬ、コスト2で砦を占拠できる万能キャラは僕も一緒ヌボ。猫に負けないヌボ。さらに今回のコラボでは猫ムートも新コラボキャラとして登場ヌボ。ちなみに猫ムートはアバタマで入手できるヌボ。これは白レベル3から使えるいろんなアイテムが当たる機能ヌボ。他にも猫のちびくろ着替えや剣士のゴム猫着替えもアバタマで期間限定で入手できるヌボ。アバタマはルビーで割ることもできるけど、ゲーム内のイベントやキャンペーンの報酬でもらえる無料チケットで割ることもできるヌボ。なんと今回コラボを記念してコラボのアバタマチケット10枚をプレゼントヌボ。コラボ期間中にログインして受け取ってヌボ。さあそれでは早速期間限定報酬の入手方法を紹介していくヌボ。まずは猫のお着替え幼獣ガオセットの入手方法ヌボ。このお着替えは白ドラではなくにゃんこ大戦争内のコラボステージをクリアで入手できるヌボ。ちなみにコラボステージは日本編第1章の福岡県をクリアすることで出現するヌボ。コラボステージ白とドラゴンとにゃんこたちをクリアして白とドラゴンに戻るとプレゼントボックスで幼獣ガオセットを受け取れるヌボ。次にコラボ剣士お着替えの入手方法ヌボ。期間中に開催しているコラボ討伐イベントの指定ステージを条件を満たしてクリアすれば最大4種類の剣士お着替えが入手できるヌボ。討伐イベントでは自分の育成したキャラで次々と出現する敵を倒しながらフィールドを進んで敵の城を攻め落とせば勝利ヌボ。コラボ剣士お着替えをゲットするためには落城クリアだけでなく砦を全部占拠したりボスを必ず倒さないといけないから要注意ヌボ。これまでのコラボイベントで剣士お着替えをうっかり取り逃しちゃった人は今回でもう一度取れるチャンスヌボ。次に大砲のお着替えにゃんこ砲弾の入手方法ヌボ。期間中に開催している SP 討伐イベント伝説の超古代兵器ステージ5を条件を満たしてクリアすればにゃんこ砲弾が入手できるヌボ。 SP 討伐イベントではなんと猫ムートが使えるヌボ。ステージは1日1ステージずつ開放されるから9月5日以降にステージ5に挑戦できるヌボ。
にゃんこ砲弾を手に入れたら、城下町から城置き換えに行き、大砲の置き換えができるぬぼ。にゃんこ砲弾、うらやましいぬぼ。僕もぬぼぼ砲弾っていうの作ってほしいぬぼ。え、全然今そんな話ないぬぼ。もっと有名になって砲弾になってやるぬぼ。最後に猫の置き換え笠地蔵セットの入手方法ぬぼ。期間中に開催しているリーグやトロフィーバトルに挑んでアバターピーを集めるぬぼ。800ポイント集めることで笠地蔵セットが手に入るぬぼ。アバターピーは1日最大100ポイントまでの上限があるから、毎日挑んでポイントを集めるぬぼ。どうだったぬぼ。たくさんコラボ報酬があってワックワクぬぼ。にゃんこ大戦争とのコラボは9月1日お昼の15時から9月15日お昼の14時までぬぼ。その他にも白とドラゴン公式ツイッターではコラボ記念のプレゼントキャンペーンも開催中ぬぼ。ここではオリジナルのエコバッグが当たるかもしれないぬぼ。要チェックぬぼ。というわけでにゃんこ大戦争コラボ楽しんでぬぼ。バイバイぬぼー。